高性マイクを手に入れたな。それで人質の心音を聞くことができる。エイムズは心臓にペースメーカーを埋め込んでいるらしい。心音が違うはずだ。それを指向性マイクで聞き分けるんだ。AKS-74U を装備してるな。敵の野戦服を着て AK を装備すれば敵兵士に変装できるだろう。AK は操作が簡単で、精度、信頼性ともに極めて高いライフルだ。それは AK が世界各国でライセンス生産、コピーされている事実からも明らかだろう。新型ライフルを設計する際の参考とされることもしばしばだ。イスラエルのガリルやフィンランドのバルメなども AK の基本構造を踏襲して設計されている。お前が持っているのは AKS-74 を特殊部隊向けに小型化したタイプだ。ストックを伸ばしても全長は726ミリしかない。狭い場所でも戦闘の妨げにはならないということだな。 AK にはサプレッサーを装備することもできる。サプレッサーがあれば銃声を気にする必要はなくなるだろう。覚えておくべきなのは、 AK を装備しているのはシェルワン中央島の連中だけだということだ。他の奴らはロシア陸軍の正式ライフル AN-94 を装備している。つまりシェルワン中央島以外では AK を使った変装は通用しないということだ。忘れるなよ。敵の野戦服を着てるな。なかなか似合ってるじゃないか。からかわないでくれ。これでも結構ビビってるんだ。いつ見破られるかって。大丈夫だ。過敏になるな。お前なら歩き方でバレる心配もなかろうしな。歩き方？何のことだ？何でもない。気にするな。だがお前が着てるのはかなりサイズが小さいようだな。敵と接触したりすると拍子で装備から外れてしまうかもしれん。注意した方がいいだろう。本来は体にフィットするものが支給されるもんだが、今回はそうもいくまい。服に動きを合わせてもらうしかないな。お兄ちゃん、お兄ちゃん。調子はどう？
今のは誰だ？誰だ？大丈夫だ。異常はない。網膜パターンを照合しました。どうぞお入りください。動くな。打つ気か。お助け！怪しい奴を見つけた。バックアップを呼んで。動くな。動くな。勘弁してくれ。動くな。動くな。助けて。
奴がいる。おや調子はどう。何でもなかった。異常なしだ。敵襲だ。気をつけろ。警備の補充を頼む。了解。昼間中央棟 B2 エレベーター前を増員。警備を強化しろ。こんにちは。ほほほ。動くな。勘弁してくれ。動くな。起動せよ。警戒チームはそのまま警戒に当たれ。撃たないで。動くな。どうした？応答しろ。あいつだ。動くな。おやつおやつ。動くな。お助け。応答しろ。調子はどう？地球調査に向かえ。おやつおやつ。何でもなかった。異常なしだ。異常はなかった。定時連絡に答えなかった隊員は発見できなかった。我々は帰投する。大丈夫だ。異常はない。動くな。撃たないで。銀星ガニ。調子はどう。銀星ガニ。動くな。おやつおやつ。動くな。勘弁してくれ。銀星ガニ。
うん、動くな。打つ気か。お助け！やるならやれ。動くな。動くな。お前、ちょっと待て。お前何をしている？動くな。勘弁してくれ。網膜パターンを照合しました。どうぞお入りください。ライデン、人質たちの中にエイムズがいる。エイムズは心臓にペースメーカーをつけているらしい。心音が違うはずだ。指向性マイクを使って聞き分けろ。心音を聞いてエイムズを特定したら、マイクをその人質に向けたままアクションボタンを押して呼びかけるんだ。その人質が本当にエイムズだったら何らかの反応を示すはず。もし間違ったら、物音を聞きつけて敵がやってくるかもしれんな。場合によっては警備が強化されるかもしれん。迂闊に呼びかけない方が良さそうね。エイムズにアクションボタンで呼びかけるのは、その相手がエイムズだと確信できてからにしろ。もし間違えたら、敵に見つかる前にマイクを AK に持ち替えてその場を離れた方がいい。そこで敵に見つかったら退路を断たれた上に増援部隊を呼ばれる。とても切り抜けることはできないだろう。見つかったら終わりだ。変装して敵の目を欺きながらエイムズを探すんだ。いいな。何かしら、ジャック。ローズ。あ、何か教えてくれる気になったの？いや。残念。どうして君は俺のことをそんなに知りたがるんだ？知りたいから。もっと。それって迷惑なの？知られたくないことだってあるだろう。例えば？知られたくないことさ。知られたくないことね。実は奥さんがいたとか、本当は80歳だったとか。
昔は女だったとか。ローズ、一体何があるっていうの。それを知ったら私があなたを嫌いになるとでも。そんなに私のことを信じられない。そういうことじゃないんだ。じゃあどういうことなの。不安なのよ、私の知らないあなたがいることが。時々どうしようもなく。今の俺、それだけじゃダメなのか。ダメ、ごめんなさい、欲張りで。定時連絡、シェル1中央と B1 ホール、異常なし。あんたがエイムスだな。あんたがエイムスだな。異常なし。あんたがエイムスだな。定時連絡、シェル1中央と B1 ホール、異常なし。シェル1中央と。あんたがエイムスだ。異常なし。定時連絡、シェル1中央と B1 ホール、異常なし。あんたがエイムスだな。おかしょ、アイムスじゃない。あんたがエイムスだな。あんたがエイムスだな。私はジェニファーよ。あんたはジェニファー。近寄らないで。あんたはジェニファー。応援を頼む。あんたがエイムスだ。あんたがエイムスだな。そのままで聞くんだ。俺は敵じゃない。
テロリストに化けて潜入している。いいか、テープを外す。騒ぐな。誰から私のことを。忍者の格好をしたミスター X と名乗る。なるほど、これを外してくれ。私はリチャード・エイムズ。シークレットサービスだな。いや、ラリール・レロンに派遣された。君と同じだよ。何？大統領の居場所を知りたいんだろう。時間がない、手短に話す。その前に体内通信に変えよう。ナノマシン経由か。そうだ、声を出さずに会話できる。その方が安全だ。聞こえるか。大丈夫だ。あんた本当に大統領の居場所？ああ、シェル2中央棟の1階に移されたらしい。シェル2中央棟の1階、今もそこにいるのか？いや、今は反応がない。まさか他の人質のように。ん？シール10が突入した報復に人質が殺されただろ。何のことだ。他の人質はともかく、奴らは大統領を殺さない。なぜそう言い切れる？ブラックケースだよ。奴らが奪っていった核兵器を解除するケースのことか？そうだ、奴らはブラックケースを奪った。だがそれだけでは意味をなさない。あのケースは最新ハイテク技術の粋を集めたものだ。合衆国大統領の生体データを用いる暗号システムを採用している。生体データ？大統領体内のナノマシンから DNA 情報、鼓動、脳波、血圧等を送信し、それを鍵とするんだ。最新の超並列コンピューターを使っても破ることはできない。入力は脳波、心拍数等が通常の状態でなければ無効になる。薬物や脅迫で入力させることはできない。つまり大統領本人が自分自身の意思で直接入力しなければ入力は認められない仕組みになっている。その上、入力後も一定時間ごとに ID 確認が義務付けられ、確認が得られない場合コード入力は取り消される。だから奴らは大統領を殺さない。少なくとも核を撃つまではな。ここには本当に核が、新型メタルギアがあるのか？無論だ。ブラックケースのシステムは核兵器の解除だけではなく、新型メタルギア起動の鍵も兼ねている。なぜ海上除染施設にメタルギアが？何も聞かされていないのか。全て偽装だ。原油汚染も、その原因となったタンカーの沈没も、何もかもな。このビッグシェルは新型メタルギア開発を行うために建造された。今回の視察もその進捗を確かめるためのものだった。どういうことなんだ。待て、見ろ、スネークのお出ましだぞ。あいつが？そのマイクで盗聴してみろ。キン、ニューヨークまで来て下痢なんてついてない。アラスカの時よりひどい。そういえばあの女隊長って誰かに似てるな。誰だっけ？あ、そうだ、あの女だ。あの時はひどい目にあった。何も身ぐるみ剥がさなくたっていいよな。よく考えたらあれがケチのつき始めだった。それまではエリートで通ってたのに。うわっ、また来た。しかしロシアの連中は結構気がいい奴らだよな。大統領警護隊の連中はムカつくけど、ま、とにかく頑張ろう。あ、鍵がない。なぜ我々を裏切ったと思います？
もともと狂人の集まりだ。何をしでかしても不思議ではない。背後を調べさせます。奴らの手先だったと。念のためです。例の侵入者のこともあります。奴の兵装、スニーキングスーツだった。あのスーツについてはあなたの方が詳しいはず。だがフォックスハウンドは4年前に解体されている。やはり愛国者たちか。シェル2の被害は。汚染海水の循環システムが破損しました。汲み上げた海水が溢れ出し、中央棟の下層ブロックが浸水しています。すぐにシェル1、シェル2の連結通路を封鎖しろ。すでに通路にセムテックスと赤外線センサーを設置させました。あれへの影響は。ありません。大統領は。ブラックケースによるコード入力は終了しました。1時間後に再度大統領本人の確認指示が出ます。それが終われば用済みです。それまでは生かしておけよ。分かっています。本体の起動は。もうすぐです。コード入力は終了しています。あとはあの小娘がシステムを起動させるだけです。いつもの手か。いいえ、薬物で何もかも。アウターヘブン実現まであと少しか。あのサイボーグ忍者は何者なの。シャラシャシカ。私は知らん。あなたも。今調べている。仲間を疑うな。オルガ、信じろって言うの。親父を見殺しにしたあんたを。2年前のことをまだ言うか。シャドウモセス事件のファイル読んだわ。オルガよ、この私を疑うのか。あの忍者が私の部下でないことは確かよ。意味深だな。セルゲが生きている。親父がいればあんたになんか従う必要はない。オルガ、セルゲイは私の親友だった。私たちを言ったら殺す。セルゲイの娘よ、いいか、私に自由は向けるな。分かった、後ろから撃つことにする。いいか、仲間割れは妖精。行く当てのないお前たちを拾ってやったんだ。お前たちがよそで非合法活動できる時勢ではない。せいぜいウェットワークでもするしかないだろう。決して裏切るな。他に行くところはない。また始まったか。この右腕だ。リキッドめ、俺に復讐しようとでも。その腕の移植にいくらかかったと思ってる。リヨンにいる再移植の国際チームだぞ。フランス人など信用ならん。おかしい、活動が頻繁になってきている。もしかしてあの男が。オセロット、ここは任せたぞ。私は例の侵入者につく。わかりました、キング。あいつは本当にソリッドスネークなのか。そう言っているな。スネークは死んだのでは。確かにソリッドスネークは死んだ。だが奴はここにいる。生きていたのか、あるいはもう一人か。もう一人。いや、まさかな。それより奴らは何を。コード入力は終わったと言っていた。やはり。あんた、ブラックケースは大統領が自分の意思で入力しなければならないと言ったな。ああ。では大統領自身が奴らに手を貸しているということか。そうなるな。一体なぜ。人形でいることに飽きたんだろう。我々を裏切るとは愚かな。人形。もう時間がないぞ。奴らは必ず核を撃つ。その前に大統領。核を撃つ。要求のタイムリミットまではまだ時間があるぞ。要求。現金300億ドル。何を言っている。核攻撃は脅迫の手段などではない。それこそが奴らの目的だ。大量虐殺か。いや、奴らは航空で核を使うつもりだ。
聞いたことがあるだろう。コンプトン効果やスカラー電磁波、核爆発による電子機器の破壊か。そうだ、大気中で核爆発が起こると5兆メガワットを超える強烈な電磁パルスが発生する。電磁波の強さは数万ボルトパーメートルにもなり、一般の電子機器は全て破壊される。世界経済の中心が機能を停止すれば世界的な大恐慌に陥る。いや、そうではない。デジタルの吹雪を断ち切り、マンハッタンを解放区とすること、それが奴らの狙いだ。三蔵オブリバティとはよく言ったものだな。三蔵オブリバティ、まずい、オセロットが来る。体内通信を解くぞ。私のポケットを探れ、早く。セキュリティカードだ。レベル3までの扉が開く。これでシェル2への扉が開くはずだ。いいか、奴らが核を撃つ前に大統領を何とかするんだ。おい、奴が来る。AKに持ち帰ろう。何をしている？誰だ？おい、やつが来る。何をしている？私が頼んだんだよ。このままでは苦しいんでね。やはり DIA の偽装技術は二流だな。何のことだ。もうとぼける必要もない。正体は分かっている。エイムズ大佐、奴らは大統領が反逆を企んでいることを知っていた。だからお前を監視役に起こした。そういうことだろう。残念だったな。任務は失敗だ。ラリルレロを出し抜くことはできんぞ。それはどうかな。どこのチームだ。顔を見せろ。おい、こいつは誰だ。いえ、私のチームのものではありません。誰だ。やっと会えたな。警戒モードに入れ。徹底的に探すんだ。
はい、さ、エイムズが死んだ。心臓発作のようだった。ああ、残念なことだ。だが大統領の居場所が分かっただけでよしとしよう。ここに新型メタルギアがあるのは確かなようだな。そうらしいな。現在調査を行っている。奴らの目的は核攻撃らしいぞ。現金300億ドルではなく。偽装だったとはな。大佐、一体何を隠してる？何も隠してはおらん。私も全てを知らされているわけではないのだ。それらの件についてはあらゆる情報網を使って調査をする。もう少し待ってくれ。今問題なのは大統領だ。奴らが行動入力を終了し、メタルギアによる核発射の準備を整えていることは事実のようだ。君は一刻も早く大統領のもとへ向かってほしい。しかし大統領は奴らと。エイムズの話によればな。しかし奴らが大統領を始末しようとしていることも確かだ。裏にはまだ何かある。大統領本人に会って状況を確かめるんだ。それにコードの再確認がなされれば奴らは核を撃つ。いずれにせよその前に大統領の身柄を確保するしかない。ジャック、私も大佐の言う通りだと思う。今は大統領を。分かった。何？ジャック、明日何の日か思い出してくれた？いや、そう。ああ、話があるって言ってたよな。どんな話なんだ？それは明日話す。どうして明日でなきゃダメなんだ？私が勇気を出すため、それとあなたを逃がさないため。俺は逃げたりはしない。嘘、話があるって言うといつも急に仕事が入ったりお腹痛くなったりするじゃない。そんなことは。ねえ、何を怖がってるの？何も怖がってない。逃げたりもしてない。そう？じゃあとにかく明日ね。まあ、だからちゃんと戻ってきて。分かった。どこにいるかわからない。警備を強化しろ。了解。シェルワン中央棟1階に増員を送る。エレベーター前を固めろ。
ジャック、したいの？セーブ。ねえジャック、時々疑問に思うことがあるんだけど。なんだ？あなたどうして私と付き合ってるの？私が美人だから。突然何を言い出すんだ。しかも自分で言うかな、そんなこと。事実だもの。それを認識できないようなバカじゃないし、謙遜するほど嫌味でもないつもり。それじゃスケジュールはデートの予定でびっちりだろうな。ええ、だから専門の秘書雇ってる。あなたとの約束以外全部キャンセルしてくれるの。時々不安になるのよ。あなたは見栄えのいいパーティーの同伴者が欲しいだけなんじゃないかって。何を？私と一緒にいればみんなから羨ましがられるでしょ。それが嬉しいだけで。そんなわけないだろ。そう？だってあなた自分のこととか話してくれないし、あなたがそばにいてほしいって思うのは本当に私自身なのかなって。私より綺麗な人がいたらそっちを選ぶんじゃないかって。そんなことあるわけないだろ。そう？じゃあ私が美人じゃなくても付き合ってる？もちろん。あなたが好きなのは私自身？それとも私の評判？どっち？そういう聞かれ方して後の方って答えるやついると思うか？冗談だよ。俺が好きなのは君自身だ。嘘じゃない。そう、ありがとう。動くな。勘弁してくれ。
連絡が途絶えた隊員は発見できず、他に異常は見当たらない。何でもなかった。異常なしだ。ジャック、どうしたの？返事をして。ジャック、ジャック。